UFC244、マスビダル VS、ディアズはアメリカ合衆国の総合格闘技団体 UFC の大会の一つ。2019年11月2日、ニューヨーク州ニューヨークマンハッタン区のマディソンスクエアガーデンで開催された。BMF ベルト本大会では、ホルヘ・マスビダル・トネット・ディアズのウェルター級戦が行われ、 勝利者のマスビダルには、この試合のために制作された一度限りの特別なベルトである BMF ベルト、バッテストマザーハッカーの略、最高に活かした奴の意が、立ち会人を務めた元プロレスラーで俳優の同演ン、ジョンソンから贈られた。また、本大会は UFC が開催した通算500回目の大会となった。本大会には、 第45代アメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプが来場。現役のアメリカ合衆国大統領が来場した、史上初めての総合格闘技の大会となった。国家元首クラスの要人が感染する場合、警護のしやすい VIP ルームからの感染が多いが、トランプ大統領の希望でオクタゴンサイドで感染し、メインイベントだけでなく、メインカード全てを感染した。 トランプ大統領の UFC 観戦は過去に一度 UFC205 で来場を希望したことがあったが大統領当選数日後のことで準備が間に合わなかったため中止されていた。負傷などによるカードの変更は以下の通り。ありがとうございます。